大阪メトロ中央線の九条駅であります、いわゆる6号出入り口前なんですけれどもね、まずまずの天気なんですけれども、気温の方はもう20度も上がっているという状況になります。ちょうどこちらが中央大通りになるんですけれども、今回はこの九条駅の方から歩いていきたいと思います。右手の方には増島料理組合のですね、商店街ですね、組合のですね、面白い名前のついた商店街があるんですね。そして先を進んでくると、今ちょうどですね、コスモスクエア行き2606編成入ってきますが、本殿3丁目の交差点に立ち上がって、そしてですね、学研なら富ヶ丘行きのですね、20系も通っていきますが、九条入り口、阪神高速16号大阪高線の九条入り口の方に差し掛かります。川口3丁目の交差点にあたります。ここは一般の市道なんですけども、ここから抜けてくるとですね、港通り方面、いわゆるですね、今里方面へと向かうことになるんですね。そしてこちらの道、今左右に流れているのが港通り、いわゆる国道172号線になります。こちらの建物が駅西会病院、駅西会はカタカナで書くんですけれども、病院にあたります。川口3丁目の交差点を過ぎると、中央通りはこのようにですね、緩やかな斜めカーブに入ってくるんですね。今はこちらから向かって斜め右の方へと流れているということなんですね。川口1丁目の交差点に差し掛かってきます。ちょうど中央大通りと国道172号にあたる港通りが分岐する地点にあたります。そして賃貸マンションの1階の方には大阪西博美保育園があります。川口1丁目の交差点を過ぎると、中央線はこのように下っていく形になるんですけれども、こちらから進んでくるとですね、橋があるんですね。差し掛かってくるのが大渡橋になります。このようにですね、坂になっていてですね、そして下ってくるような感じなんですけれども、その左側が木津川大橋、中央通りがなりますね。そして上には阪神高速がかかってます。そしてこの先にもですね、橋がかかってるんですが、こちらが木津川であります。そちらから奥へ進んでくると増島公園、そして西トレーニングセンター、屋内プールへとつながってくるんですけれども、こちらの付近につきましてはですね、ベッドの動画でご紹介していますので、今回はですね、省略することになりますけれども、増島公園散策なのでですね、ご紹介していると思います。すなわち中央大通りからは右の方へ、離れたところを歩いているということになります。信号を渡り切った地点にはいたち堀敬愛保育園があります。これ人工芝のですね、庭園が広がっているんですけれども、その信号を越えるとですね、このように事業所が立ち並ぶ付近へと入ってくることになります。歩いていると右手には金光教大阪教会が見えてきました。大きなですね、建物、大体ですね、6階ぐらいの建物でしょうかね。その教会を右に見ながら進んでくることになります。そして奥の方へ進むと阪神高速3号神戸線の高架が見えてきています。右の方に2度曲がる形になりましたが、今はいたち堀5丁目付近を歩いていることになります。そうすると阪神高速3号神戸線の高架が見えてくることになります。こちらが公共会館というところになります。すなわち阪神高速3号神戸線の高架下にあるところになるんですが、ちょうどここで府道29号線の方へと出てきたことになります。そうすると奥へ進むと阿波田ジャンクションですね、阪神高速の阿波田ジャンクションの姿を見ることができます。阪神高速の阿波田ジャンクションの下が阿波田駅前の交差点になります。いわゆる府道29号と中央大通りが交差する地点ということですね。阿波田駅前を過ぎて引き続き中央大通りの方へと戻ってきました。ここから本町の方へと目指していくことにします。阿波田駅東の交差点にあたります。ここから左の方へと曲がってきます。
そうするとですね、本町通りの方へと入ってきて、岡崎橋の方にですね、交差点差し掛かってくることになるんですね。本町通りの右側、すなわち西区西本町の方を歩いていることになります。まあ、この辺りはですね、高層の、マンションがあってですね、そしてパーキングもですね、あったりしていてですね、徐々にビジネス街の雰囲気がですね、醸し出してきますね。右手に目を向けると港南が見えてきましたね。西本町店ということなんでしょうか。この中にはペットプラザがあってですね、ライフのですね、ミニエルというスーパーもですね、入っているようですね。ちょうど何和筋の方へと立ちかかってきました。すなわちですね、西本町1丁目ということになるんですけれども、その何和筋を信号を渡って再び進んでくることになります。本町通りの方へと入ってきました。ちょうどこの本町通りもですね、国道172号線になっているんですね。でも思わなくするとですね、そして信濃橋の交差点、すなわちですね、本町筋国道172号と四ツ橋筋が交わる地点、四ツ橋線の本町駅前の方へと差し掛かってきます。その四ツ橋線の28号出入り口前の方には信濃橋洋画研究所の跡の碑があるんですね。まあ、かつてはですね、こちらの方に、洋画の研究所があったということなんですけれども、でこちらが信濃橋三井ビルディング、いわゆる全国健康保険協会大阪支部が入っているビルになって、ファミリーマートの信濃橋店があります。そして迎えに行くとマクドナルドがあるんですね。ということで今回はこの信濃橋交差点、すなわち四ツ橋線の本町駅前でフィニッシュにしたいと思います。九条の方からですね、歩いてきたんですけれども、こちらまでの距離が 3.4 キロ、時間にして39分03秒、4301歩の270キロカロリーということだったんですけれどもね、まあ、私もこちらの方近辺でですね、働いては思い出があってですね、まあ、その時、まあ、寄ってくるとですね、その時を思い出すんですけれども、まあ、近くには大黒楽があり、そしてカフェがあってですね、コンビニもあったりしていて、まあ、最近はですね、このようにファーストフードが有名でですね、この辺りも本当に便利さがですね、倍増した印象を持たせられますね。今回は九条駅から四ツ橋線本町駅前にあたる信濃橋交差点までを歩いてきました。